とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備でやっていきたいと思います。これ、機械化装ブレード。先日は壊れた装ブレードを使ったんだけども、重力がついてなくって、若干やりにくかったのよ。なので、こっち、火力は半分ぐらい落ちるんだけども、重力がついてて戦いやすいと思います。で、防具。クールダウン2です。4の方がいいんだけども、今回デイリークエストに行きますので、防御力 35% アップ。これで行きますね。ダメージカットか。はい。で、弓には流れ込む魂。で、遠距離が出てきたらちょっと弱くなるので、守護のトーテム。で、釣り竿、羽。です。では、行きましょうか。この戦い方なんか名前をつけたいなと思うんだけども、どうしようかな。まあ行ってみようか。行きます。ああ、やっぱちょっと、強い。確かに強いんだけども、あれがね、機動力ねえな。機動力がない。もうちょっと機動力欲しいね。ダメだ、機動力なさすぎてちょっと戦いにくいな。まあ、重力パルスが今回ついてるやつなんで敵を寄せてはくれるんだけども、機動力ねえな。どうしたもんかこれ。やっぱりクールダウン3ぐらいのやつを探すっきゃないか。わあ、ここはきついって。この階段登りきれん。よっしゃ、登ってさえしまえばもうこっちのもんだ。この回転クエストかなり難しいやつなんだけども、まあそれですらまあまあいけるね。あーしゃー、めちゃめちゃ吸い込むし、吸い込んでしまえばもうほぼほぼワンパンで倒すのでいけるんだね。これ挟まれたりしたら終わりだぜ。いやー、クールダウン4の時が懐かしい。いや、もうそっちの方でいいのかな。そこまでダメージ受けなさそうなんで、こっちでちょっと行ってみるか。機動力がなさすぎる。じゃあ行きましょう。あ、ちょっと待って、痛みが消え、あいやー、このね、トラップが多いところには向いてないわ。鍵取ったり鍵を開けたりするのがちょっと難しい。そこのところちょっと難しいな。ちょっとキャプテン倒しに行こう。キャプテン倒すのには向いてるでしょ。遠距離に弱い。遠距離には弱いね。なんかわけがわからん。あー、でもこれ旗を取るのちょっと難しいな。旗取っちゃうと切れるもんね。もうそこはしょうがないのか。またここ階段があったりして難しいわ。本当に。よう、あー厳しい。これ厳しい。この装備はあれだね、道中で使うんじゃなくってボス戦で専用装備として使った方がいいですね。何かと不便なんで、これボス戦専用だわ、間違いなく。じゃあボスと戦うんであればもうこれにもう間違いないよ。よっしゃ、いけ、見てこのガードの上からこのダメージ、むちゃくちゃ削るから。ガードの上からこんだけ削れればもう最高でしょうよ。素晴らしい。パワーポーション使っていったらさらにこれ倍だからね、とんでもないよ。で、ドラを使っていけば、さらにそれから3倍。一瞬で終わる。
まあ、それをしちゃうと、ちょっと防御面がね、不安にはなってくるんだけども、まあ、道中で使わずに、これはボスで使おう。うん。まあ、これぴょんぴょんで、若干なりとも移動はできるんで、使いやすくはあります。ボス戦ではね。はい。ということで、ぜひ持ってるならやってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。